නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස YouTube のチャンネルで、質問を募集したところ、何通かいただいてますので、その朝長老に質問いたします。ちょっと専門的な内容なんですけど、一つ目、お釈迦様は、マーラに対して説法したことはあるのでしょうかという質問ですね。括弧で、お釈迦様は当時の仏弟子たちはマーラ個人に対してどのようなスタンスを取られていたのでしょうか。今年の経典解説やこれまで見聞きしてきた限りのマーラの解説などを聞く限りでは、マーラは全生命の中で最大級の悪因を作っているように思えますが、即悪化が現れるわけではないのでしょうか。マーラの次以降の生まれはやばいのではないかと思いました。マーラさんのことを心配してるんですけど。まずは最初の説法ね、マーラには説法したことは一度も記録されてないんですね。一回だけこのモッガラーナ尊者がね、マーラを叱ったことがあるという印がありますね、経典に。それだけなんですね。そこで、我々は誤解するのは、この多宗教である悪魔の概念とダブっちゃって、分かりやすくキリスト教のサタンはね、ルシファーですね。ルシファーがこの悪人、悪役やってるんですね。だからルシファーが地獄に行って最後に、永遠の地獄に落とされるという感じですね。仏教はそうじゃないんですね。輪廻転生するんだからね、永久的な地獄はないんで。ところで、マーラのケースはですね、マーラはこの悪人じゃないんですね、結局は。普通の高次元の神なんですね。で、彼らが気に入らないのはこの下脱しに達することなんですね。だから仏教は迷惑、マーラの祖祖の種なんですね。お釈迦様も弟子たちがもう瞑想して涅槃に入ろうとしているんだからね、下脱しに達することをしない限りはマーラは誰にも邪魔しない。それから仏教の人々も普通に戒律守ったり、お布施をしたり、いろいろ宗教的な活動をやったりする場合は、マーラが気に入りで全然協力的なんですね。しかし、一発的な瞑想をして下脱しに達しようと思っちゃうと、マーラさんがちょっと居心地が悪くなるみたいんですね。それに、お釈迦様が悟る以前のマーラとの出会いがありまったんですね。スッテニパーテにありますね。その時はお釈迦様は苦行してほとんど死にかけてた状態なんですね。その時はマーラが来てね、あんた苦労しないでくださいとね、財家になってすごく贅沢に生活して、いっぱい徳を積んでくださいと、このままだったらあんた死んじゃいようというふうな優しい言葉かけてくれたと。それでお釈迦様がもう否定して、あんた出て行ってください、私はもう輪廻脱出しましょうというふうに断ったような話なんですね。だからマーラさんは仏教だけに出てくる特別なキャラで、実際にいたかどうか私は分かりませんからね。それでこの特別な彼の仕事は、この下脱しに達するためにも修行する人々、その中でも本当に成功するような気配がある人々にちょっと邪魔するという程度の話なんですね。だからマーラさんであろうとも、悪いことをしたら次の生まれが大変ひどいんですよ。で、ただマーラと次元で生まれて
修行者にちょっと迷惑をかけたからって言うと、それは大した罪にはなりませんね。自分の職業だからね。だからマーラさんは自分の死後どこに行くかっていうことは本人の孤独次第でしょう。はい、それだけです。はい、ありがとうございます。はい、メールでいただいた質問2問目です。宝鏡、ラタナスッタなどでしばしば、耳にするあのヨルカのところですね、ヨルカの説明とかで第8の生存を受けることはないというヨルカの特色の一つですが、この7や8という回数の数値は文字通りのそのままのブッダによって観察された意味なのでしょうか。8万とか8万4000とかそういうのは大量っていう、まあ、意味ですよね、概数ですよね、まあ、そんな感じのことなのか、本当に文字通りの7とか8とかそういうことなのかという質問なんです。はい、お釈迦様の言葉だから、文字通りの8だと理解した方がいいんですね。夜間になったら、まあ、まだまだ気が弱いんだったら、要するに夜間になったら煩悩ミスしかなくならないんですね。何て言ったっけ、サッカーで言って右心経、それからシーラッブタパラーマーセという戒言書、それから義ですね。そのミスがなくなるんで、いわゆるすごい理性の完全な人間になるんで、義がないということは素晴らしいことなんです。いわゆる真理知っている程度なんですね。しかしまだ体に愛着あるとかね、でところはまだ残ってるんですね。ですからこの体の愛着すごくあった人、いわゆる点数が少ない合格なんですけど、合格点数が少ないレベルの夜かは、まあ輪廻転生しますけど、結局は7番までやと、7番目で輪廻転生で必ず下脱に達する。この7回っていうのは人間に戻ることなんですね。人間として最高でも7回しか生まれ変わりませんと、そういうことで、たまたま言いますよ、夜過去世で夜間になって人間に生まれてくる人っていうのはまあいるんで、たまたまね。だから赤ちゃんの時でも言葉しゃべることになった時点で相当なびっくりするほど心理を語るんですね。私も最近一つネットで女の子なんですけど、まあおそらく6歳ぐらいでね、自分のお父さんにすっごい超難しい仏教の真理を教えている、ネットの YouTube の画面画像を見たことがあるんです。はい、以上です。ありがとうございます。3番目はですね、メタスタ、自教の関する質問です。自教の、2段落目の日本語訳の在家に執着しないようにという、意味があるんですけど、ここですね、スーパナのギッドというところですね。これは在家に執着しないようにっていうふうに、訳されてますけど、どういう意味なのでしょうか、ということですね。一応まあ本人の注釈だと、自教の成り立ちのエピソード、まあ、因縁物語を読む限りでは出家者に対する戒めの呼びかけなのでしょうかというふうに書いています。はい、その通りです。出家者に説かれた経典なんですね。だから出家者が慈悲の瞑想をするならば完璧にやってくださいとね、完成してくださいということなんですね。だからかなり真剣に出家が慈悲の瞑想するならばやらなくちゃいけないんですね。で、再結成化するとまあそうはうまくいかない時も結構あるんですね。人間関係持ってますからね。だから人間関係持って社会成化するとやっぱり怒らなくちゃいけない場面もあるし、気が足す場面もまあそっちを出ていきますよ。だから出家はこの再結成化から感染離れているといい条件なんですね。
だから完全に慈悲の瞑想はできるんですね。アッパガッブクレーションアラヌビッドっていうのはこの出家のちょっと弱いところなんですね。だから昔の出家ね、完全に在家信者さんのお布施で生活していたんですね。だから宅配したらご飯いただかなかったらもう食べるものは全くなくなるんですね。だから自分の命が債権の宅配所でいただく食事に頼っているんですね。これはもうそうでなかったら死んでしまうんでしょ。だから人間ならお布施してくれる家族に対してなんとなく愛着愛情が生まれる恐れがあるんですよ。これは恐れていったっていうのはこれは当然だと思いますよ。だから動物でもね、餌あげるとすごく馴染んでくるでしょ。ですからこの出家にとってはそれすごい危険なところで、この束縛執着愛着束縛ってはいけませんね。ですからこのお布施してくれる家族に対しても無執着で幸福でありますように、幸せでありますようにという気持ちで生活しなくちゃいけない。それからアップガブっていうのはこの腹黒いという分かりやすく言えばそんな言葉なんですね。在家の人々に気に入られるためにちょっと言葉わさわさ使うとかね、仕草とかいろいろわさと気に入られるように歩いたり座ったり喋ったり、あるいは在家の方々はあえて褒めてあげたりとかね、そういうことをやらないでくださいと。だからやっていいんだけど、もしお布施もらう目的あったらこれはちょっとよく心が汚れてるんですね。ですからお布施した人は祝福しますけど、それも執着でやって完全に清らかな心で慈悲の瞑想しなきゃいけないんです、そういう定義なんですね。はい、ありがとうございます。またそれ分からないことありましたか。今ので大体分かると思います。やっぱり出家者に対する戒めであると、基本的にそういうことですね。4番目ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、儒教のメタスッタの因縁物語で解説されているその出家者の邪魔をする受信たち、木の精霊たちですね、これは何なのかということで、まあこの質問者の方はこれは当時いた仏道以外の遊行者たちのことを暗示しているのではないかというふうに解釈されているんですね。まあ子供連れの精霊たちで、修行者たちに一日も早く立ち退いてほしいと懇願して、悪臭や叫び声などで悩ませるというのはなんか人間っぽいですねっていう、人間的な所作に思えましたと。まあ、ちょっと因縁物語など知らない方もいるかと思うんですけど、まあそういうまあ質問ですね。じゃあ一応因縁物語あんた言ってみてください。その方が分かりやすいでしょうね。まあ簡単に言うと、儒教という経典が説かれたきっかけはその森の中で、ヒマラヤの森でしたかね、で修行されていた、お坊さんたちがその森に住んでいる木の精霊たちですね、樹神というふうにここに書かれてますけど、その木の神様ですね、木に宿っている神様たちからいろいろ邪魔をされて出て行ってくれと言われて、その悩まされてなかなか修行が進まなかったと、そういう時に修行者の心構えとしてお釈迦様が説かれたのが儒教であると、そういう因縁物語だったと理解しております。はい、まあ、大体因縁物語っていうのは経典でなくて、この注釈書でいろいろ石通りすぐってね、やることだからね、だからそこはそのまま信じなくても構わないと思いますしね。でしかし儒教そのものが大発表で、すべての生命に対して偉大なる限りのない慈悲を語ってるんだからね。だから経典の素晴らしさは因縁物語で本当に
ちょっと価値が下がったような気がしますよ。だから私は個人の意見聞いていいか、テーラワード仏教伝統的な解説するべきかちょっと悩んでるところなんですけどね。テーラワード仏教といったっても、この人間のいろんな信仰を混じってるんだから、仏教は排他的な宗教じゃないんだから、人々の普段信仰しているものはそのまま放っておくんですよ。というか、できることなら守ってあげる、その上理性の宗教も教えてあげる。だから人間の宗教っていうのは西洋と違っていろんな神々を信仰する、悪霊をいると信じる、良い霊をいると信じるというところで、それで神々やら霊たちのお供えしたり、祝福を、お願いしたり、子供を守ってくださいとお願いしたりするセクションなんですね。だからそれは、信じるか信じないかの現代人は自由ですし、で昔の人々は信じていたんだからね、信じたから正しくもわからないしね。それで仏教の立場は、人間の伝統的なしきたり習慣はそのまま放っておくか、できることなら改良してより良いものにしてあげるかというところなんですね。それ例えば日本の例にしましょう。例えばテーラワード業界の仏教を勉強している方々は何人かが神社に、日本の神社と関係あると言ったら、まあ、それはそれで結構ですよ。だから神社のお祭りをやったり、おみくじを運んだりするのは一向に構わないんですね。でそれは信仰型で、仏教はこの知識で理性の宗教だから、まあ全然ぶつからないんですね。そこでこの儒教の因縁物語というのは、この一般人なら昔の人々だったら、まあ、悪霊を、もう悪霊とはないんだけど呪霊でしたっけ、神、まあ、呪神と書いてあるんです、ね、呪神ですね、はい、神様に宿って木に宿ってる神様やと言ってるんだからね。だからこのでそちらを追い出すことなんですね、悪霊払いという感じで。僕はそれがやらないんですね。例えば気が立っている霊が迷惑をかけても、こちら慈悲の瞑想で あなたも君もね、吸い忘れになってよと言ってあげるんですね。まあそれだけのことで、まあ、もしかするとこの悪霊払いとかね、それはやめなさいというメッセージが入ってる可能性はありますね。だから悪霊であろうか善霊であろうか、平等でみんなの幸福を願って、あなた方の修行しなさいと。だからまあなんですかね、そんな程度なんですね。だからこの木に宿っていた神々が、本当はこのストーリーによると、仏教に邪魔するものではなかったそうで、お坊さんたちがすごい戒律守っていたんだから、ものすごい孤独高いんですね。だから孤独高いんだから、この霊の世界で道徳順番になるんですね。心清らかになる順番がで順番になるんですね。だからこの霊たちが、まあ、普通の霊で別に道徳を守っているとかなんともないんだから、このレベルが低いんですね。だから自分たちの家で堂々と生活できなくなったんですね。お坊さんたちのことを尊敬しなくちゃいけなくなったんですね。これ1日だったら家を出て外で生活してもいいんだけど、これ2日3日4日になって1ヶ月後になってくると、もう
もう大変なことに困るんですね。それでちょっと邪魔してみたっていうね話だそうですね。それで慈悲の慈悲を唱えたところで神々の心もよるすごく柔らかになるがあって、お互い仲良くなったっていう話なんですね。はい、それだけでしょう。はい、ありがとうございます。今の先生のお話とちょっと関係あると思うんですけど、5番目の質問です。文化的なバイアス、そういうものから抜けてお釈迦様の教えを学ぶにはどのようにすればよいですか。括弧で、バイアスに引っかからないようにするには何をどのように気をつければよいですか。もう一行なんですけど、また文化的バイアスの中でお釈迦様の教えを学ぶことにもし障害があるならば、その障害をどのように避ければあるいは利用すればよいですかという質問ですね。まあ質問自体は難しいまあ一応文化的なバイアスという言葉よく我々理解しなくちゃいけないんですね。文化っていうのはどんな人間にもあることで、文化の中からは抜けられないんですね、誰だって。だからどんな人間で物事を理解する場合は自分の文化的なバイアスを入れるんでしょうね。そうすると心理がちょっとねじ曲がったりはする。例えば日本の現代人は、輪廻転生っていうのは信じがたいと。というのはこの現代的な学校で学んだ知識だけ使って、そこで文化的バイアスが出てくるんですね。そうすると現象はずっと絶えず消滅して流れるんだということは分からなくなるんですね。そういうふうにちょっと邪魔になる場合もあります。そこで輪廻転生なんかはインド・スリランカ文化的なバイアで接種にすると至って簡単単純なんですね。まあ死んじゃったらどうかに生まれ変わるだろうという単純に済ましちゃうんですね。はい、問題は我々はブッダの教えを学ぶ場合は文化的なバイアスどうやって抜けるのかと。これは科学的な事実真理であると、理解して、そこでフィルタリングすればよろしいんですね。例えば神々の話が出てきてもそこはフィルタリングしておいておいて内容だけ取る。例えばある鬼にお釈迦様はこう言いましたと言ったら、私たちの鬼は関係ない、質問は何ですか、答えは何ですかと。そういうふうにこの事実だけ取るというフィルター使えばこれはなくなるんですよ。例えばスッタニパーテルね、鬼たちの対話もありますからね。だから鬼たちはいるかいないかどうでもいいんですよ。ではなくて、この鬼というキャラがどんな質問をしたのか、それが我々の理解できる問題かっていうふうにチェックすると、ブッダの言葉には全く文化的なバイアスがないことと、たとえ入っていてもそれはきれいに抜けて理解することができるようにはなってはいるんですね。だからそんなに大きな問題ではないんで、ただ文化的なバイアスあるんだよというところだけ理解してほしいんですね。なぜならばスリランカ仏教はスリランカ文化のバイアスされている、ミャンマ仏教にはミャンマ文化のバイアスが入っている、タイ仏教とそれからラオスとかね、それぞれ の文化的なバイアスが入っているんですよ。だからスリランカ人がやっている仏教をまっすぐありますよ。これは日本では紹介してないんですね。それいらないんだから。そういうことで今日本で私個人で喋ってる仏教は全てできる限り文化バイアスを抜けて喋ってるんですね。たまたま説明しやすいから文化的なストーリーも言う場合もあります。そんな程度なんですね。例えばこの
前の方の思想でもマーラというね、もしかすると文化的なバイアスかもね。でもそのキャラがあった方が理解しやすいところもありますよ。はい、そういうことです、うん、はい、ありがとうございます。メールでいただいた質問は以上なんですけど、掲示板の方で、意見まだ回答がないものがあったので、であと皆さんに一般的に役に立ちそうな内容だったので一つ持ってきました。KK さんという方ですね、怒りに対してつい怒りで応じてしまいます。で、この方、なんですけど、仕事柄暴力的な言葉や不正行為をする人たちと接することが多々あります。冷静に対処すべきであること、怒りに怒りで返してはいけないという認識はあるのですが、理不尽な要求などに対し苛立ちをにじませた自分の、声をですね、自分の耳で捉えてから、あ、しまった、怒ってしまったと遅れて気づきます。その後も怒りを鎮めるのに時間がかかり、恥ずかしい気持ちになります。怒りっぽい自覚のあるヴィパッサナー初心者です。どのような心持ちで乱暴な人に接するべきか、アドバイスをいただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願いします、うん、という質問。怒りっぽいくなる性格だったら、ちょっとゆっくり時間かけて自分を戒めた方がいいっていうこともありますね。だから癖で怒ってしまうんですね。すい怒るっていうね。それ怒りの特色なんでしょう。ゆっくり怒ることはないんだよね。誰だって。パッと爆発する爆竹がパカーンとやったような感じで怒っちゃうんですね。これで怒るの一番立ちが悪いところですね。だからさあ仕事に行く前からもね、今日は送りませんよ、今日は送りませんよとか自分に言い聞かすんですよ。だから人の話聞いて理不尽なことをよく言ったり、まあそれでも送りません、それでも送りません、それでも送りませんと自分自身の心に言い返してあげてください。まあすぐ治ると言います。ぐっと言ったってもまあ何日か余裕を置いてください。それで1日ではなくて半日でもうまくいったら最高でしょ。例えば今日は送りません、今日は送りませんとか、本当にはちゃめちゃなヘリコスのも腹が立ってしょうがない話が相手が言ってるのに、でも送らないで聞いてあげる、送らないで聞いてあげると自分がそうやって念じる。それで5000兆だけでもうまくいったらすごい成功なんですよ。それで成功を喜んでください。まあ5000兆は変遷が起こらなかったよとか、そうするとでは午後も頑張ってやるということになってくるんですね。そういうふうに訓練すればすごく明るく心が起こらない方が容易と分かるんですよ。だから怒るの解毒剤は笑いなんですね。だから何か冗談言って、何か物事、何か笑顔を見せて、この自分に怒り救ってくれる相手の心を喜ぶようにね、楽しくなるように、何か相手が笑ってもらうようなことを何か工夫できればものすごく効果的だと思いますね。だから怒りの解毒剤は笑いだと思ってください。すごく笑うことを慣れてください。まあふざけたり冗談言ったりネタを作ったり、下手なネタでもいいんでしょう、ダジャレでもいいでしょう、まあ、人は何言ったと自分が楽しければ、そういうふうにこのまあ笑いにあふれた精神を育ててみてください。はい、はい、ありがとうございます。ではまたメールや掲示板などで、質問を受け付けますので、スマラサー長老に聞いてみたい質問とか、相談とかありましたらまたお寄せください。どうもありがとうございました。はい、どうも。三宝のご加護がありますように。